リチャード・トンプソンはトリニダード・トバゴの陸上競技選手。2008年北京オリンピックの銀メダリストで100メートルのトリニダード・トバゴ記録保持者である。トンプソンはトリニダード・トバゴのカスケード出身。100メートルを専門とする選手でルイジアナ州立大学でも活躍。2008年の全米大学選手権100メートルのチャンピオンである。トンプソンは2007年に 大阪で開催された世界選手権に出場。しかし、二次予選で8人中8位という結果に終わった。トンプソンの2007年までの100メートルの自己ベストは10秒09であった。トンプソンは2008年北京オリンピックの100メートルに出場し、二次予選では同じ組の優勝候補アメリカのタイソンゲを抑え9秒99の1位で準決勝進出。 準決勝では今度は9秒93の自己ベストでジャマイカのアサファ・パウエルに次いで2位で決勝進出を決めた。そして決勝では5レーンを走り世界新記録で圧勝したジャマイカのウサイン・ボルトに大きく離されたものの9秒89と自己ベストをさらに更新。トリニダード・トバゴにとっては2000年シドニーオリンピックの後ボール ドン以来の男子100メートル銀メダルとなった。トンプソンはさらに400メートルリレーにも出場。予選ではアメリカ、イギリスなど競合国がバトンのミスで失格する中、38秒26の予選トップで決勝進出。キーストン・ブレドマン、マルク・バーンズ、エマヌエル・カランダーと共に挑んだ決勝ではアンカーを務め、3位でバトンを受け継いだトンプソンは、 2位の日本の朝原信春を抜き38秒06でゴールし銀メダルを獲得。その後、このレースで金メダルを獲得していたジャマイカチームのネスタカーターのドーピングの検体の再検査で禁止薬物の陽性反応を示したため2017年に2位以下のチームは繰り上げとなり金メダルとなった。トリニダード・ドバゴのトラックのリレー種目としては1964年。 東京オリンピックの4400メートルリレーの銅メダル以来のメダルとなった。2011年8月13日、トリニダード・トバゴ選手権の100メートルにて9秒85を記録し、あとボルドンの持っていた9秒86のトリニダード・トバゴ記録を更新した。2014年6月21日、トリニダード・トバゴ選手権の100メートルにて9秒82を記録し、 自身の持つトリニダードトバゴ記録を0秒03更新した。これは世界歴代9位の記録でもある。男子400リレーのジャマイカ失格イコール日本は銀に繰り上がり北京五輪ドーピング再建。時事通信。オリジナルの2017年2月2日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20170202035751/http:/www.jiji.com/jc/article.k=2 兆170億1260万 9?&g= スポ2017年1月26日。閲覧。 トンプソンアヒューランワールドリーディング100メートルタイムズアットトリニダードトバゴチャンピオンシップス国際陸上競技連盟2015年1月1日閲覧ありがとうございます